おい卑怯だぞお前ら、やめろ。ほらに何やろ。エマ殿エマ殿、ひょっこりひょうたんの種持ってきたでござる。何何何何何、あー何こいつ、うわー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 、こんなことになるなんて思わなかったんだよ。許してくれよ、そんなつもりはなかったんだよ。おろしない。フィールド、え何何、うわーなんだこいつ、うわうわ何何何何何、よし、あ、何、より高つつ、遠くのものを見るための竹つつ、あ、これ望遠鏡じゃないのか。より遠くまで見通せるようになる。片目のみに先進すれば、より遠く、もう何、そういう忍術的な感じなの。外的な睨みを聞かせている。それも、このより高の目があってこそである。アシナの城の屋根上を守り、なんなんこれ、より高の、より高の筒。なんか新しい州が出てきたな。はぁ、ひょうたんの種、これが、ひょうたんの種、やったこれでひょっこり、あ、待て待て、敵がいる。ひょっこりひょうたんの数増やしに行くか、どうしよう。探索を進めるか。こっちは何だろう。お、何？ちょっと待って。ちょっと待って。なんか、いや、俺は何も見てない。あんな強いやつと戦った後になんかまた、いや、俺は何も見てないからな。や、今だな！忍びにはどうしても逃げられない戦いが、ここにはあるんだ。逃げおおせたかと思ったか、ザゴどもが。お？あ、来るぞ。敵が来るまでお前はそうしてずーっと警備をしているのか。ご苦労なこった。お務めご苦労様でーす。あ、バレてない。よし。いいぞ。このまま、周りのこいつらを一人ずつ、一匹残らず。あ、やべ、やべ、ちょ。あ、バレた。あ、うわ、おいって言われた。あ、やば、お前、何を見ている。ふっ、うわ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 いやまだいる。撃った。何、ちょっと待って、鉄砲がいる、鉄砲。やばい、どこだ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 。うっ、ちょっと待って、なんだこいつ。あ、こいつか、カンカンやってんのお前。くそ、やばい、晩餐会野郎がいる。カンカン。ああうわあ、とはちょっと待って、ザワの鉄砲隊。お前はこの手裏剣乱れ好き。もう一度、よし、あとは侍大将山内天禅のり禅山内天禅。あ、まだいる。ちょっとザコがまだいる。あいつをやらねば。山内、一対一で勝負しよう。おい、お前侍だろ。鉄くず強化。あ、待てこれ、アイテム読んでるうちも来んのかな。どこ行って山内、侍大将、よし、チャンス。おい、卑怯だぞお前ら、やめろ。よし、これで一対一だ。もう邪魔されない。やっと二人気になれたね、山内くん。甘いんだよお前の月は。うわー、いった、背中に傷ができた。うわー、許さんお前。おりゃ後ろ端を今、背中に刻み込んでやるから待って。う、よし、ちょ、好きじゃないのか。おれ、うえ、やべい、くそ、危な。ふう、あらら、それなんなんそれ。うわ、奇怪な技を使いおる。おりゃ。待て待て、お前燃やしてやるよ。
お前も燃やしてやるよ、赤鬼のようにな。おい、危ない。待て、やっぱりやめたで、クレセントアックス。やばい、効くぞクレセントアックス。ちょっと待て、おりゃ、よし、ライノスティンガー、ひとつ、来いよら、来いよ天然、山内天然、あ、いった、やめて。さあ、ほら、うわドラゴンリバイブ、甘いぞ山内、俺はまだ生きているぞ。ちょっと待って、とどめを刺さなかったことを後悔差しあり、今だ。うしうしうし、ふっ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 。なんでこんなボス連戦で行かないといけないんだ俺は。やったぜ、あとは先に進むだけ。あ、やべ、なんかある、なんかいろいろある。あ、アイテム、紙吹雪、音量払いの加護を持った紙吹雪。なんなのこれ。この先は多分こっちが裏道な気するんだよな。お堂の張り紙、首が惜しくば引っ返せ、首がないゆえ首を落とせぬ、刀も槍も通じぬぞ。なんだこれ、お堂の張り紙、多分こっち本筋じゃないと思うんだよな。やっぱ寄り道でしょ。あっちが本筋でこっちが多分ね寄り道ルートだと思うんだ。ふっ、本筋なんか後回しだ。すべての道を開拓してこそ本筋を進む資格があるというもの。ちょっと怖いなここ。上は行けないとなるとこれ下か。どうやって、あそこに、え、あんなとこにある、え、あそこに手をかけろとおっしゃるのか。他ないか、他行くとこないもんな。いいぜ、言ってやるよ、やってやんよ、行くぞ、忍び魂見したらよし。余裕でいけた。なんだあのアイテムは、何か特別な匂いがするぞ。よし、でも今まで落ちたアイテムでなんか月隠れの雨、あ、敵に見つかりにくくなるやつだ。オッケーゲット。ふっ、うわー、なんかここ怪しい。これ戻れる。待って、戻れなくないこれ。他はなし。よし、この洞窟か。何が出る、ジャが出るか、鬼が出るか。鬼が出るか、ジャが出るか。順番なんか、いや、むしろ、順番が、いや、ちょっとここカットしよう。ちょ、何、自分で何言ってるか分かんなくなったからカットしよう。あ、何、何あれ、うわ、あ、これカタシロスか。カタシロス、なんだ、待って待って、なんか いっぱい行くとこあるな。ちょっと待って、あいつはちょっと後回しにしよう。あの暗いとこにあんなちょっと やばいやつしかいないでしょ。こっちはなんもない。上に行けとおっしゃるか。ふっ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 、縦横無尽に駆け回る。あ、トカゲちゃんがいる。すまん、死んでくれ、俺の糧になってくれ。
かわいそうに。俺じゃない、これを作ったやつが悪いんだ。すまん、死んでくれ。あ、また月隠れ。あれ、ここはあそこじゃん。ん、あ、待って待って、ここ、あの裏側じゃん。あ、すごい、あ、すごい、トング剣士校だ。これで開け、あそこは何、今のここで開けんのか。あ、なんか今初めて拾ったアイテム拾ったけど、え、これショートカットできたからなんなのよ。エマ殿、エマ殿、ひょっこりひょうたんの種持ってきたでござる。あ、待って、なんか話が違う。それは血の淀みです。竜害の話始まった。何ゆえ血が淀む。何ゆえ、たとえ海星の力が尽きていたとしてもいずれ蘇っています。代わりの力を。エマ殿、そなたの下着の色を教えてはもらえぬか。ちょっと狼がかぶしてきた。おそらくは流害になったものは人が人として生きるための当たり前の力を奪われています。故に血が淀むのでしょう。え、俺のこの回生の力がどうやって直す。奪ったものを返せばいい。いや、それは返せない。これを受け取ってください。ん、何、流因の雫。流因の巫女から稀にこぼれ落ちるもの、使用すると回生の力をわずかに増やす。回復の守りがあればこの雫を鬼ごときに備えることで背の力をそれを奪った者たちに返せる。そして流害にかかった全てのものを回復させる。山の石が止まるのだ。ん、回復のお守り、エマが作った流害回復のお守り、これを持って鬼ごときの流因の雫を備え乗れば生の力をそれを奪った者たちに返せる。そして竜害にかかった者たちを回復させるんだ。お守りの中には竜害患者の力、エマが生成した血跡が収められている。この血跡は治すべき者たちを定める道標だ。あれ、ちょっと、この中にあの血の塊が入ってるの、お守りに。それよりもひょうたんだよ。よし、オッケー、やったぜ。あ、竜害の回復。さっき、あれ見なかったっけ、一度に全ての、あ、竜害患者が回復する。あー、そういうこと。竜害にかかったやつ、鬼仏でこれ使えば直せんだ。親父もう親父し、おい親父大丈夫かよ。死にかけてるけど、話は変わらんか。そしたらなんだ。あ、なんかメニューが増えた。竜害の回復メニューが解禁されました。そんなことよりも、これこれ、数字玉、四つ使って、一の念珠。ちぎれた数字の玉を、鬼仏に備えて、束ねた念珠。手に入れると、身体力が成長し、HP と体幹の最大値が上昇する。アシラシルの、武人としての名声は諸国に轟くが、とりわけ、侍大将となる者は、剣の際に、引い出るだっけ、これ。あれ、やばい。忘れちゃったよ、あんなの。やった、強くなったぞ。なんだ、こうやってレベル上げしていくってこと。せっかくだから竜害も直してあげようか。じゃあ竜害回復、ドラゴンロッドヒールド、ドラゴンロッドヒールド。これで、あ、メイスケが 30% に回復した。これ 50% とかいかないのかな。なんかそのうち 50% 60% みたいなアイテムが。カタシロス、準備完了。先に進む、準備が整ったぞ。こっちが山内がいたとこでしょ。あれ、じゃあこっちか。あ、こっ、橋壊れてんだよな、ここ。はて、え、ここで終わりかな、もしかして。本筋かと思ったんですけど。これオチを倒さないと先進めない感じ。こっちじゃねえのかな。嘘、あ、待って、アイテムある。アイテム、俺はそういうとこに限って目ざといぜ。逃さん弾薬。あー、待って、まだ下にある。お前か、やば。あ、鬼仏や。あ、なに、鬼仏、こんなところにっていうことは合ってんのか。おら、くすらない。
トカゲちゃん。よし、あとはもう進むだけか。こっちにいいのかい。これどんどん下に行ってない。カタシロス、どんどん下に。あ、なんか地響きがすごい。おい、この山大丈夫か。今にも崩れそうな感じしたけど、今雪崩というか、雪崩じゃないか。あ、どんどん下に行くやん、これ。うん、怖い。落ちたら、ひとたまりもない。危なっ。ここは、てか、他の人はどうやってここに来たのよ。なんか祠あるけど。あっちにもある、あっちか。ん今さらそんな、もう駆使しまくってるわ。あっちか。あ、よいしょー。俺にはゴムゴムの鍵縄ってもんがあるんだな。あるんでな。こんなんさ、ここどうやって人来たん。こうやって火灯してるってことはさ、やばいやばい、地響きがやばい。おい、崩れるぞこれ。わあ、わあ、わあ、なに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 、あー、なにこいつ。でかでか、なに、なにあれ、うわ、でかい、なにこれ。うわ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 、でかっ。わ、うわわわわ、ちょっと、え、なにこいつ。なにこいつ、白蛇。あ、アルビノのヘビ。まさか伝承に伝わるケツアルクアトル、お前がイグドラシルに進むというケツアルクアトルがこんなとこにいる。あやあや、なにこいつ、気持ち悪い。怖い。かわいい、かわいいけど目は。あ、なにこれ、どうすんのよ。うわ、こんなでっかい生き物初めて見たかもしれん。あ、中探してる。怖い怖い、ちょっと待ってよ。あっち行くの。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、わかったぞ、わかったぞ。ちょっと待って。これ、いけるいける。待って。あれだろ、この草むらに隠れんだろ、これ。隠れていくんだろ、これ。じゃないと、これ倒せないよ。こんなん無理だもん、絶対。近い。うわ、怖、なにこいつ。やば、でか、やば。やばと、でかしか出てこない。やばい、うわ、あ、こいつバカなのかバレてない。ヘビって嗅覚鈍いんだっけ。うーわ、すごいの出てきた。すごい。あ、今チャンス。いやチャンスとどこ逃げんのこれ。ちょっと。あ、やばい。あそこか。うーわ、怖っ。すごいこいつ。どうなってるの、どうなってんの体。間違いない、こいつはやっぱりケツアルクアトルだ。あ、帰るか、あれ帰らんのこいつ。あ、今だ、チャンス、いけ、早く、よいしょー。うわ、あー、洞窟ある、よっしゃ。うわー、怖い、こいつ。びっくりした。あ、やばい、久しぶりにこんなにびっくりした。うわー、まさか赤色でこんなに、もうパンツびちょびちょだよ、もう。おむつ替えなきゃ。どこに行くんだよこれ。俺は一体どこに向かってんだよ、もはやこれ。うわ、またいる。
え、なんか今巻いたんじゃないの？巻いた感すごかったけど。うわぁ。うわぁ。うわぁ、どっち行くんだよ、これ。やべぇ、ちょっと冷や汗がやばい。冷や汗がやばい。ちょっと見せられないけど、見せてあげたいぐらい冷や汗が出てる。え、なにここ、どうやって行くの？おい。え、なんで あの子はあんなでかくなっちゃったん？ランページか、おい。ランページのあの、ばらまかれた薬がここにも行ったのか、おい。大気圏突入で。ランページ見てない人は何がないや、何を言ってるのか分かってない、分かんないと思うけど。こうやって行くのか、おい。あ、いける今だ、いけあ、ここアンチっぽい。うわ。大丈夫この下じゃねえな、これ。上か、あ、待って、あるじゃん、ちょっと待って。タマよし、あ、待って、あ、ちょっとアイテム発見。アイテム見つけちまった。いける、チャンスよし。おう、落ち着け。待て、深呼吸、息を整えて、息を吸って。は？待った、ちょっと気持ち悪くなってきちゃった。ちょっと気分が悪くなってきちゃった。怖すぎて、ちょっとびっくりして気持ち悪くなってきた、体調が。うわぁ、ちょっともう体に悪いよ、こういう。ちょっと待って、こっからどうやって行くんだよ、これ。ちょっと向こう行ってくれよ、頼むから。あ、ここ、あれ、あ、もしや、あ、オッケー、こっから行けるぞ。またなんか祠みたいなのがある。待って、この上にアイテムあるから。いや、なんかバレそう。うわ、怖い、これでっか、やば、でか。ちょっとアイテム、はい。いや、これいけるか、これ食べられるかな。うわ、島だ。ま、待って、今なかった。あー、待って、なんか、うわ、なにこれ。あ、走る、入る、今日から出る、なにこれ。あ、あれ、バカ野郎、何やってんだお前、バカうわ、神様怒らせるんじゃない。待って、チャンス、待って、今チャンス。うわ、アイテム、よし。あ、タヌラシ、いやな、うぎゃ、うわ、あ、逃げて、やばい、あ、逃げて、え、なに、ちょっと、うわうわ、行き止まりだ。うわ、え、ちょっと逃げ場がない。え、どこ、うわ、ドラゴンリバイブ、やばい、うわぁ、あぁ、なんなんこれ。無理だって、こんなん。だって、リベンジするとか、なんか、怒りよりも恐怖が増す。恐怖が増すんですけど。え、立ち向かえねえよ、俺。あんなの。まずあの祠に入って。いや、違うんだよ、さっきちょっと赤いの出たから、なんかもう反射的に押しちゃったら、まさかあんなことになるなんて思わなかったんだよ。許してくれよ、そんなつもりはなかったんだよ。おらしらー、伝わっとけよ、ここで。くそ、
よし、固めやったぞ。逃げろ逃げろ逃げろ。待って、どこに行くのこれ。いや、もうこっちしかねえ。行き止まりじゃないのこれ。え、待って、後ろか。あ、やべ、来てる。うわうわうわうえ。あ、生きてる。あ、やばい、生きてる生きてる。え、うわあ、待って、上に上がる。あれあれあれ、あれは違うの。ちょっと、あそこにもある。待って待って待って、上か。うーわ、あ、あるじゃん。早く早く早く逃げて。うわ、よし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 、洞窟に入っちゃえばこっちのもんだ。え、まだ続くのこれ。あ、収まった。あ、収まってる。地響きが収まった。よし、巻いたか。やったやった。待って、ちょっといきなりこれ出てきたらもう心臓が壊れる。よし、いったかー、鍵なまん。あ、いけるっぽい、いけるっぽい。あ、いけるっぽい。よっしゃ。あー、ケツアルクアトルゾーン回避成功。アコーの雨。うわ、なに。あ、ええ、ちょっと待って。え、なに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 、なんかいる。あいつなんか泣いてる。おい、うわ、やべ、巨神がいる。タイタン族がいる。え、どうした、君、どうしたの。どうしたんだよ、お嬢ちゃん。そんなとこで一人で泣いてさ、後ろからぶっ刺してやるよ。おらーしやーい。今俺はな、ケツアルクアトルにビビって機嫌が悪いんだよ。だ、やべ、う、うんごの雨。よし、お前と話したー。おらー、拙者は今虫の居所が悪いのじゃ。来るやつは切る。おわ、鉄砲だ。違う、えいやー、さあそこに見る。うーん、まうわー、やべ、まだいる、結構いるぞ、ここ。なに、これどこの後ろ。ちょっと息つく暇がない。なんかなんか、ちょっと待って待って、間違えた間違えた。いまだにこのアイテム吸収が慣れない。アイテム吸引、身分風船、銭袋、アイテムいっぱいある。当変、アイテムいっぱいある。とにかく、あれ、こっちに今、ね、来なかったっけ。あら、くそ、雑魚処理するか。なあ、雑魚よ、なあ、お前なんぞ、あのケツアルクワトルに比べたらなんだ、蛇の糞か。蛇の糞にもならんわ、お前なんて。なあ、雑魚よし、あいやー、おら、甘い。おわあ、わめき疲れたぜ。ちょっと、あ、また何かある。エマ殿、これはもうエマ殿に癒してもらわねば、身が持たぬ。あ、あら、こいつ、ニックキ源一郎ではないのか。お前、その弓を見ればわかる。ミコミコの主、何の話。クソ源一郎、お前、源十郎だっけ、どっちだっけ。アシナか。私は、あ、源一郎か。主、いいんです、私が強くなればいいのです。これは何のあれなの、記憶なの、これ。3年前よりも新しい記憶。え、ここ何、ぶら下がる。ここ何の城よ。ちょっと足音するんだ。いるじゃねえか、雑魚が一匹。あ、見つけた。
あ、見つかったな。え、何こいつ。え、何こいつ。お前の目は節穴か、雑草兵よ。ならば片目、お前の片目もらい受ける。ほら、両目つぶれとけ。なんかでかい、この城。何の城これ。岩薬。あ、会場。何、開かないだと。ん、 NPC じゃないかこれ。なんかやってるこいつ。あ、死体がたくさんある。あ、あ、盗み聞く。かわいそうなオラの馬子よ。あ、木陰。やつら爆竹なんぞどうどかしよ。あ、爆竹。ああ、おまちゃん、君も動物が好きなんだね。でもその相葉を殺されて爆竹なんて卑劣な奴がいるんだ。大丈夫、安心して、すぐお友達のとこに行かせてあげるから。爆竹だと、握り飯。今頃その相葉と一緒に天国のお空の上で戯れてることだろう。いいことをした、いいことをした。あとは気持ちがいいの。なんかこのお城のこの四角とか、このさ、三角とかがなんかちっちゃい子が遊ぶチークのなんか積み木のなんかあれに似てるよな。同じ形の積み木をあの中に埋めたくなるぜ。あ、なんかすごい開けてる、ここ。何ここ。え、これ何、広アイテムある。ここでかつて合戦があったと見た。すごい、これ絶対ゾンビとか出てくる。合戦の毛量、地味毛量が。こっちはなんかないか。俺は探索怠らないぜ。隅の隅まで、隅から隅まで。あっち行けないか。隅の隅までな、余すことなく調べ尽くして。隠しアイテム欲しい。アイテムなんもなきゃ意味ねえな、これ。これ落ちたら登れる。え、何ここ。落ちたら登れる。登れる術が見つかるまで俺絶対降りないからね、こんな。わしゃーい、落ちちゃった。これショートカットだろ、これ。え、違うんかい。え、登れなくね、これ。え、何ここ。はあ、人がたくさん死んでる。何があったのよ、かつてここで。馬も死んでるし。こっちはもはやもう何もないな。いく、フィールド、え、なになに。うわー、なんだこいつ。うわうわうわ、なに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 。うわ、ちょっと待って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 、ちょっと。うわ、なに、北斗の拳の中、国王号みたいなラオウが出てきたぞ、ラオウが。おい、ちょっと待って、聞いてない聞いてない、こんなボス聞いてないよ。ちょっと、あ、何の準備もしてないから。あ、待って待って、あれ鍵玉じゃねえか、あれ、あのマーク。ちょっと何の準備もしてない、何の準備もしてないし、心の準備なんかできてねえよ、今だ。あ、やっぱりいける、ほら。あー、これあれか、鍵玉で、鍵玉中になんか攻撃できるさ、スキルあったよね、あれ覚えてくれやがった。うわー、ちょっと聞いてない。いいぜ、相手になってやるよ。まずは偵察だ。うっ、痛い。まずこの命を賭して、お前の動きを全て見切ってやる。勝つなんて思わねえ、バカめ。一回で勝てると思わねえよ、俺はそんなバカじゃねえ。この勝負、お前を見切るのに命をかけてやる。クソだ。ちょっと、もうドラゴンリバイブ。偵察よ、まずは。いや、一発で初見で殺してやるよ、お前。ほら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 、俺はな、ケツあるクワトルを任した男だ。お前なんの人間に、人間一人に苦戦するかよ、今さら。あ、な、チャンスチャンス、よし。あー、やっぱあのスキル欲しかった。いや、どこであんなスキル使うんだよと思ったけど、ここかよ。わぁ、覚えてくればよかった、クソ。ほらほら、ちょっと降りろよ、馬から。ほら、国王号から降りろよ、卑怯だぞ。あ、よし、
おっしゃ、引きずり出してやる。ほら、よし、北斗七死聖天。お前はもう死んでいる。さあ馬から降りろよ。え、なんでこいつ馬から降りないのかよ。いいぜ、やってやるよ。降りろ。痛い。あ、やべ、もう危な。ちょっと、お前国王号から降りろよ。卑怯なやつめ。あ、うわ。お前動物をそんな。これだから人間はいつの時代も、いつもいつの時代も人間が動物を悪いように、戦争の道具のように使いやがって。動物も生きてるんだよ。お前らの道具じゃねえんだよ、死ね。ラオウめ、許さんぞ。よし、決めた。ほら、お前は、お前でお前を殺す必殺技をもう決まったぜ。さあ、あとはおとなしく俺にやられてな。国王号待っててね、今助けに行くから。あ、チャンス、ちょっと待て、チャンス。よし、くそ、あの技使いたい。ほら待て、どこに行くんだ。お前実は弱いな。ほら、国王号がないと何もできねえんだろ。少し、いけそう、これ。あ、いける。気づいたらお前マシそうじゃねえかよ。お前さては弱いな。体幹もギリギリじゃねえか。あれ、ほら。待て。よしくない。北斗合金分断拳。あれ、空殺混合拳。あいや。あ、国王号が。忍びエクスキューション。戦いの記憶、鬼行部。真珠に気づく。何？類まれなか。猛者との戦いの記憶。鬼仏に対座し、戦いの記憶と向き合うことで攻め力を成長できる。大手物番人であった。ちょっと読めなかったよ。あ、何？からくり筒。からくり仕掛けの金属の筒。物資に渡し、忍び義手に仕込めば、強化義手任務の作成を行えるようになる。忍び義手をなす腕骨のうちの空隙にひたりとただるように作られている。ちょっと読めないし、何言ってるか。もう今、強化義手任具の作成。からくり筒を物資に渡すことで強化義手任具の作成ができるようになります。物資に持ってるのは何？強化義手任具ってなんだ？あ、今のあれか。新しい任具か。ちょっと待って、余韻に浸らしてくれよ。頭回んねえよ。やったー。なんか、一発で、なんか知らんけど一発で倒したぞ。鬼行部、意外に弱かった。心の準備もできていなかったのに。いや、実は心の準備はできていたようだ。潜在意識的にな。鬼仏！あ、やったー。鬼仏！攻め力の成長。あ、これでやっと攻め力が成長できると。戦いの記憶ってさっきのやつか。あ、やった。ずっと何かと思ってた。戦いの記憶って、戦いの残照。鬼行部。鬼行部はアシナに名を轟かす族の頭目。え、一心に敗れ、その強さに惚れ込み、族頭ごと召し抱えられた。あ、そうだったの？こいつ何？盗賊のお頭ってことは何？あの、火事場泥棒の賊の、そことか関係ないのかな？これで何？あ、攻め力が2になってる。これでどれだけ強くなったかよ。急速！え、物心とこ行くか、早速。